宮寺敏夫宮寺敏夫3月31日から1968年8月1日は昭和時代に活動した日本の実業家、大道電力取締役、伊比川電気工業社長などを務めた、静岡県出身、宮寺敏夫は1892年3月31日、宮寺小作の次男として生まれた、出身は静岡県沼津市。 沼津中学校を経て、慶応義塾大学理財科に進み、1915年、卒業。親戚に銀行家が多かったため周囲から三井銀行への就職を勧められたがこれを断り、日本陶器に入るため名古屋市へ赴く。しかし、同社への入社が叶なわなかったため、福沢桃介に面会して彼が経営する、電力会社名古屋伝統株式会社に入社することとなった。 名古屋伝統では営業会員として勤務する。1918年から翌年にかけては日本陶器の電化工事の担当となり、同社技師で後に日本外資社,社長となる江添孫衛門と知り合う。また、福沢の発案で名古屋伝統と大阪の大阪伝統、福岡の九州伝統鉄道の三社で社員交換を行った際には宮寺が名古屋伝統から 大阪電灯へと派遣された。1921年2月に、福沢桃介を社長として、大道電力株式会社が発足したのに伴い、名古屋電灯から同社へと転ずる。はじめ営業家次長につき、後に営業課長に昇進した。また1925年8月、大道電力が営む大阪府下の堺市、岸和田市などにおける一般供給事業が、 合計会社大阪電力株式会社として独立すると設立に際して宮寺は取締役権支配人に選出された。以降同社の事業の拡張に努め、専務の木村晋三が1933年に死去してからは支配人のまま木村の公認となり経営に当たった。1934年11月末に同社が 大道電力に吸収されるまで取締役兼支配人に在任している。1934年12月大道電力取締役に選出。最終的に同社では取締役兼営業部長を務めた。しかし、大道電力は電力国家管理政策の実現により国策電力会社日本発送電の設立が決定すると会社の解散と日本発送電にへ、 資産負債の異常を決定。解散に伴い1939年3月30日付で、宮寺は、大道電力取締役を退任した。大道電力から退いた後はしばらく、浪人生活を送るが、東方電力社長の松永安左門に声をかけられ、同社系列の電力会社イビ川電機を紹介される。1939年6月、宮寺は、 同社の専務取締役に就任した。宮寺の専務就任翌年の1940年、伊比川電機は、伊比川電機工業株式会社に社名を変更している。1942年4月、伊比川電機工業にも、電力国家管理政策が及び、一部の設備を、日本発送電及び中部配電に出資して、創業以来の電気供給事業から、撤退、兼業であった。 電気化学工業に経営の主体を置くこととなった。また、親会社東方電力の解散に伴う役員の大幅移動が同年6月にあり、東方電力出身の社長を苦しま政治は退任。宮寺が専務から社長に昇格して公認となった。以降、太平洋戦争戦時下、戦後復興期において同社の社長を務める。戦後はカーバイド、 肥料を中心とする経営からの脱却を施行し、カーバイド誘導品としてメラミン製造事業に手をつける。イビガワ電気工業はカーバイド誘導工業への進出を1949年に決定し、数年間の研究の末1954年10月にメラミン製品の製造を開始した。また、宮寺の発案により同社は電気式トンネル炉の建設に着手。 信仰のあった江添江孫衛門から1ヶ月間の指導を受けて、これを完成させた。トンネル路は映画館の映写機に映写光源として用いられる炭素アーク等向けの炭素棒を製造するためで、1949年に完成試業界の注目を集めた。後に、同社の映写機用炭素棒は、全国シェアの4から5割を握るに至り、1958年には、 製造工程の機械化に対し、大高地記念生産賞が贈られた。このトンネル路の建設は、同社の進化を初めて世に問う出来事であったと評される。1962年5月、同じく大道電力出身の副社長、須崎清に、社長職を譲って会長に就任する。会長となり、第一線を退いてからは、名鉄百貨店取締役なども務めた。 なお社長在任中の1954年から2年間、岐阜県公安委員会委員、ついで1956年から2年間岐阜県教育委員会委員を務め、岐阜県の公安、教育行政にも携わり、後に乱女報奨を受賞している。1968年8月1日、宮寺は、伊比川電気工業会長在任のまま、大垣市民病院で、脳出血のため死去した。 1076歳没、ありがとうございます。